こんにちは、ゆうほろんです。青森の方からファンレターを送っていただきました。ありがとうございます。早速お送りいただきたいと思います。じゃあ、ほろんさん、はじめまして、はじめまして。私は中学高校でひどいいじめに遭いました。その時は好きなアニメなどがあって救われて生きてきました。そこで、画鋲や机の中に座るなといった紙を入れられ、その子たちは間違って入れた。誰が座るかわからなかった。でも、その後も割れてきたので何も信じられなくなりました。高校でも元中学にいた人がいて、いじめられてたの？じゃあいじめようかと言われ始まりました。机にゴミとか怪物とかフンナとか体育は一人でいました。2年になる頃は2人の友達がいましたが、信じれなくて1人からいじめられるようになり2対1になってしまいました。人と違う、だから話さない、挨拶も無視、他の子に言えばチクリと言っていました。死ね消えろ、クンナと言われて人が怖くて仕方ないです。文化祭、球技もたくさん言われました。過去もしこの手紙をツイッターに上げてくれたら気持ちも楽になるかな。ファンネタいただきました。もうすごい辛い悩みがたくさん来てますね。私ももう苦しいです。ですがホルンさんがかけてきた17年間、私も走り抜いてみようと思います。きっと東京へ行きます。夢を与える仕事いいですね。それから生きてていいんだよ。インナーチャイルド、15歳不登校、エトセトラ、大好きです。10代の、君を送るメッセージから、知り、同じ気持ちで一人じゃないっていうことが分かりました。ありがとう。すいません。それから母のきつい言葉でも苦しんでます。旅行の行き方の話をしてたら、売られるんじゃねと笑われ、何も感じなくなりそうです。どうしようも辛くて耐えられるか分かんないです。挨拶の時無理に笑わせたのも辛かったです。ごめんなさい、バラバラでかっこ泣きってことで。はい、ということで中学高校とね、いじめに会ってきたと、うん、でその時はこう好きなアニメがあって、うん、まあ、救われてきていましたということって、うん、好きなアニメどんなアニメかな。そのいじめの内容がね書いてありますけど、まあ、こう画鋲とか、うん、まあ、その机の中にその紙が入れられてたんですね。で画鋲はもう危険だし、その紙にこう、ね、すごくこう傷つくようなことがね、まあ、書いてあったんですよね。今、ね、その書かれていたことが書いてありますけど、そっかね、まあ小中と大体やっぱり同じ、ね、人たちと一緒になるけど、で高校で割とこう離れることが多いけど、まあ、その高校でもその中学、一緒の中学やった人がいて、まあそこでね、まあ、その元中同じ中学の人からそうやって、まあ、そのいじめがその人きっかけに始まったのかな。ね、死ね消えろくんなとかね、いや毎日相当辛かったですよね。どうなんだろう、今はこう大丈夫なのかな。まあ今もしね、そういった状況でない状況だったとしても、やっぱりそのね、まあ、書いてあるけど人が怖いっていう、ほんとその中学でも高校でもやっぱりその学校に行くと、やっぱりなんか今日もこう紙が机の中にいられてるんじゃないかとか、うん、やっぱりそういうことを考えちゃうと、すごくやっぱり学校に行くのもものすごい嫌だったろうし、いやこう本当辛い中必死に頑張って通ったんですね。今もそのね、救われたアニメとかね、こう見たりするんですかね。ちなみにこのね、もしこの手紙をツイッターに上げてくれたら気持ちも楽になるかなってのは、ちょっとわからないんだけど、どういうことなんだろう。例えばなんかこのお手紙、なんかこう写真撮ってアップするなり、なんか文章を載せるなりっていうことなのかな。あ、ファンネタのね、その動画を見てくれてるんですね。ね、きっと東京行きますってことでね、青森に住んでるんですよね。うん。東京のホイは来たことあるのかな。ね、いろんな曲聴いてくれてるみたいでね、ありがとうございます。とても嬉しいです。ね、あの、メッセージの動画で知ってくれたんですね。ね、その中学からの、まあもしかしたらなんか中学以前から何か、ね、苦しい体験もあるかもしれないけど、まあその受けてきたいじめの、まあ辛い経験、まあそこからのこの、ね、人への恐怖、うん、だそういうところがやっぱり家できてね、うん、まあ、走り抜いてみようと思いますって書いてあるけどね、うん、ちょっとね、あの、わからないところがあったんだけど、こう挨拶の時に無理に笑わせたのも辛く、何かこう、なんだろう、何かしらの、なんか挨拶する時とかに、なんかこう、親が、なんかこう、笑うように、なんかこう、ね、あんた笑いなさいみたいに、うん、なんかこう、そう言われたりして、なんかこう、辛い状況の中でこう、笑顔でいたみたいな、うん、なんかそれが辛かったっていうことなのかな。で、そのお家の中でのまあ会話
のことをね、こうやって書いてくれてますけど、うん、なんか他にもいろいろあるのかな、うん、やっぱりこの、ね、このいじめがあってから今どれだけの時間が経っているかとかちょっとわからないけど、うん、でもやっぱり相当ね、その学校に行くと今日も何かあるんじゃないかとか明日も何かあるんじゃないかとか、ね、やっぱりそういうところですごく毎日毎日辛かっただろうし、うん、だからこうなんだろう、土日のその学校の休みの時を経て次月曜日にまた行く時とかものすごい多分ね辛かったと思うし、ね、その友達ができたと思ったら、まあ、そのうちの一人からこういじめが、ね、始まっちゃって、だからおそらくもう一人の方もそのいじめた方になんかこうついていっちゃったっていうか、そういう感じだったんだろうね。だからやっぱりそうやって辛い経験がある分、なんかこうね、世の中の人たちね、そのみんなこうなんか自分に対して何かこうしてくるんじゃないかとか、世の中全部全てがこう敵なんだってこう見えてしまっていたりとか、もしかしたらそういうところがあるのかもしれないけど、今がねこうどういう状態でどういう日々をねこう送ってるかちょっとそこはわからないけど、世の中こんななんかねひどいねことをするような人たちばっかりじゃないから、今までそのね辛い思いをしてきたような人じゃない人とね、こうこれからおそらくいろんな場面でこう出会うきっかけチャンスがきっとあると思うからね、うん、そういうところで今まで出会ったことないような、あこの人って優しいなとか、うん、この人なんか今までとなんか今までのひどい人たちと全然違うとかって思うような人とこうなんていうかな、出会ってそこでこう仲良くなったり、そういう人が現れて、そういう人とのその時間がちょっとずつ増えていくと、少しずつ少しずつ、うん、今までのなんていうかな、今まではもうなんか世の中全てが全部が敵で、もうどこ行くのもすごく怖いって思うってことが、ちょっとずつね、そういう存在が現れることによってちょっとずつなんかね視野が広がっていったりとか、あ意外と世の中ってのはその全てが敵なわけじゃないとかね、いろいろなんか自分の、うん、内面にいいこう影響をもたらすこともあるからね。だからまあ世の中ね、こういう手紙にもこうやって書いてあるような人たちばっかりじゃないんだってことがね、まず伝わればいいなと思います、うん、で家ではこう結構、うん、きつい言葉なんかいろいろ言われてるんですかね。この書いてある旅行の、うん、話でこうその中の人なんかまあいろいろなんか言われて中のなんか一言なんじゃない、これが人の一言なんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかこれが直接的な何かっていうのもおそらく何かその前後というか、うん、なんかこれがその辛い言葉イコールこれだっていう、うん、ことと多分ちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね、うん、おそらくなんかねいろんなことをまあ言われてるんじゃないかな。はい、ということでございます。まあ、本当その過去のいじめ、うん、やっぱりすごく毎日辛かっただろうし、うん、でちょっと詳しくわからないけど、まあなかなかこうね親子関係でもうまくいかないところがあるみたいで、うん、まあ東京はねきっといつか行きたいですっていう書いてあったけど、うん、だいつかね、まあ何かのどこかのタイミングでなんかイベントやった時とかでもね、うん、ぜひね来てみてくださいね、いつかどこかでこうお会いできたらいいですね、うん、ということでゆうゆう本日はバイバイ、ありがとう。チャンネル登録お願いします。